バラです。まあこういうこの中、うん、中で途中までね、はい、ペドロ・トリアンと出会ったとこぐらいまでこの中でお話で紹介してますね。あと他にね、詩人の詩とか、いろんな人のいろんな文章とか詩とか、いろんなものがこの中に、楽しいです。もう古いもんですけどね。でもね、今の若い、ね、リオさんとかエリさんが見ても、もし活字が嫌いじゃなければ、楽しいと思います。うん。うん、はい。で、もうこれで今日のお写真は終わりですか？まあ、こういうものがありますね。お時間がね、はいはい。はい。お時間がそろそろ押しております。本当にあっという間に。はい。そうですね。まあ、そういうことで一応、一区切りで、ぜひね、この話は、今回で終わりということで。はい、もしね、呼んでみたい方おられましたら、ラクさんは Facebook もされてますのでね、はい、検索していただいて、メッセージを送っていただけたらなと、はい。思いますので。なんか最後にやりますか、うん、もう、時間いっぱい時間が過ぎております。すいません。楽しい時間はあっという間です。本当にいつもあっという間で、なんかこんなに早いのかなって。いつもワクさんの時いつも早くて、もう終わっちゃったみたいな感じなんですけどって思いながら、スポンレロ、スポンサーロ。え、ね。解けます。もう1時間ね、全部使ってもらう。ね、わしらのコーナーに。はい。では、あっという間なんですけども、はい、今週のワクワクハッピーコーナー、最後も、あれで締めておきますか。エリさん、教えてお願いします。はい、お願いしますね。エリちゃん、しっかり。どうだっけ、こうか、こうだっけ。これでワクワクだね。はい。これで。そう、ワクワク。ワクワク。ハッピー。ハッピー。お、なんかハート飛んだ。ハート飛んだ。すごい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、このまま一旦CM に入らせていただきます。はい、退出します。早い。あっという間に。早い。CM と同時に。なんでハートが出た？もう一回やって。なんでハートが出たんだろう。なんでな、すごい。ね。でも出ない。え、何？いや、なんか怖い。怖い。なんでハートが出たんだろう。スピリチュアルできてる。スピリチュアル。いや、怖い怖い怖い。何？ 2 回ぐらい出たよね、ハート。出ました。でも今持ったら、あ、出た。何これ。なんでなん？リオさん出なくないですか？出ない。なんで？ハートが足りない。ハートが足りてない。気持ちが入ってない。気持ちが足りてないから。なるほどね。え？いや、私めっちゃ出てますよ。なんでなん？いや。その、あれちゃう、ズームの、あれが。え、ごめん、そうなのかな？まあ、全く何も触ってないけど。え？あ、確かに、見えないのかな。めっちゃ私のハート出る、なんで？なんでなん？なんでなん？AD パワーって高山さんです。愛想笑いさん、人の心が、てんてんてん、どういうことですか？チーム明けはハート足りてない。あ、なるほど、ね。出ないけどね。でもなんで出る？どのタイミングで出るんだろう？何やろ？え？理由はわかんないです、ね。なんか。はい。すごい。初めて、私も初めて見ました。スターワールドチャンネル。CM 明けじゃあ、リオさん。あ、ハートを出してください、リオさんも。はい。始まってますが、なんでか知らんけど、私ハート全然出ませんけど。オリジナルハートよろしくって来てますよ、リオさん。
はい、これで許してください。出ないんで。はい、ありがとう。気持ちはね、そう、うん、私の心にハート響いてるから大丈夫よ。よかったです。優しい。優しい。お、はい、ヤンキーチさんがメール送信しましたという。ありがとうございます。早速ですけど、うん、いきますかね。読んでもらおう。読んでもらいましょう。はい。ヤンキチさんのが、うん、エンタメ、映画、映画ですかね。はいはいはい、映画紹介で、はい、はい、来ましたね。ちょっと待ってくださいね。リオさん、エリちゃん、松本さん、夜にライブがあるのんちゃん、のんちゃんも行きましたね。こんばんにゃ。こんばんにゃ。ヤンキチです。本日の映画紹介。一度死んでみた、これが2020年の邦画コメディーだそうです。出演が広瀬すずと、堤真一。大嫌いな父親に死んでくれとドッグづく女子大生と、本当に死んでしまった父親が巻き起こす騒動を描くドタバタコメディーだそうです。はい、以上です。聞こえた？見ました？見たかもしれない。堤真一さんがお父さんで、広瀬さんが娘さんで。そう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 。ね、うん。私は見ましたよ。私も見たかもしれん。すごい。お初じゃないですか。ヤンキチさんのメールで、リオさんが見てた作品。その映画かな。その映画かな。その映画だと思うけど。ヤンキチさんに疑われてる。見たのかな。見たと思う。不安になってきたぞ。でもね、なんとなく聞いただけでわかるってことは見てるかもしれないですね。うん。コメディ、面白い。うん。笑って、ちょっとあったかくなって、みたいな映画ですよね。うん。うん、あ、高尾さんもメール出しましたよって。はい、読みますか。続けて。はい、続けて読んでもらいましょうかね。そうしましょうかね。はい、リオさん、エリさん、こんにちは。ラジオネーム高坊です。テーマフリー、うん、来週は高坊のキックオフは、収録されたものを放送します。なるほど。そこで宣伝ありがとうございます。お昼に沖縄の若手映画監督演出もされる、これトウモリかな、愛花さんの携わる台湾壁、影絵を鑑賞してきます。番組コーナーにそぐわないかもしれませんが、うん、次回のスターワールドチャンネルの生放送でご報告できればと考えております。おー、いよいよ来週からは FM ギノアの大改修工事です ね、うん、そこで改修工事とかけまして、スポーツでも演技でも仕事でも思うことと解く、はい、改修工事とかけまして、スポーツでも演技でも仕事でも思うことと解きます。その心はどちらも、はい、悔いを残してはいけませんね。タカッチです。ちょっと分かりにくいね。ちょっと分からんかったよ、ね、ちょっと分かりにくかったですね。ちょっと私にはちょっと難しかったですね。そうですね、僕もちょっと厳しかったな。よく分からない感じでした、ね、はい、はいはい、以上です。お。でもありがとうございます。そう、時間。エリちゃんのね、はい、映画もね。まあ、じゃあ、ちょっとパッと ね、紹介しようかなと思いますけども、画像出ますかね。画像出ますかね。画像ね。ちょっと。これは見たことある人多いかもしれない。これはね、なかった。あ、でもそっか、そんな。その絵も、絵も見たこと、絵とかいうか画像も見たことなかった。あれしたんですけど、ちょっとなくなってますね。ごめんなさい。あ、じゃあ、なくなってます。じゃあ、題名だけ。クエンティン・タランティーノ監督って聞いたことあります？あ、なんか聞いたことある。の、第1弾、うん、本当に初期の頃の映画で、うん、レザバードックスっていう映画を、なんですけど。大好きです。あ、お、山内さん知ってた。知ってるんだ。超かっこいいよね。超かっこいいですよね。面白いし、超かっこいいし、なんか、本当真似したくなるような真似したくなる内容的には真似しちゃいけない。真似できないでしょ。真似しちゃいけないけど、あのなんて宝石屋さんになんかあの宝石強盗に入った人たちの話なんで、まあ、真似はできないんですよね。いやなんかオープニング山下さんわかります？オープニングとかめっちゃかっこよくないですか？かっこいい、かっこいい。その真似はしたくなる、確かに。
そう、あそ、あそこ、そこ、その、音がすごいかっこよくて、真似したくなる。なるほどね。内容知らんかったから、どんなことをするんだろう。内容は真似していけない。じゃあ、間違えた。内容は真似していけないけど、だからそう、すごい、とにかくかっこいい映画だったんで、おすすめしたいなと思って、まあ、見てる人、年代的に多いかもしれないですね。あれでも、要は、なんていうんですかね、あんな感じの会話劇みたいなやつがやっぱりタランティーノすごいですよね、すごいですね、その走りというか、タランティーノ監督は、レザーボードめちゃくちゃ喋るし、言葉がグワって入ってくる感じが、かっこいいんですよ、本当にかっこいいんですよ、リオ見てよ、ぜひ見てみて、ね、見て題名覚えれなかったけど、あの英語だったんでね、あの題名がレザーボアドックス、レザーボアドックス、レザーボアドックスね、画像送ってるから、うん、それ、それ、大丈夫、保存してるから、保存してみてください、はい、今リバイバル上映で映画館とかでもやってるんでね、そうそう、沖縄でもやってるんですよ、リバイバル、うん、そうなんですよ、だからぜひ見てみてください、ということで、時間は、あと、ま、あと5分ぐらいか。はい、あります、ね。ありますかね。今日、もう来月がお休みなんですね。そうなんですよ。1ヶ月。はい。番組をお休み。で、ギノアさんはコーチが2週間なんですけど、ちょっとスターワールドチャンネル1ヶ月お休みいただくことに、初ですよね、はい、なっちゃいまして。そんなに開くのは。はい、そうなんです。なんで次回が3月のね、放送日になるので、まるまる1ヶ月空いちゃいますけど、忘れないでくださいね。ねちょっとね、忘れられちゃうと寂しい。そうなんですね、1ヶ月後戻ってきたとき、またたどたどしくならないように気をつけなきゃいけないっていう。そこがね。私たちたどたどしくなる可能性もありますけど、あれ、どうだったっけなみたいな感じになる可能性もありますけど。石子さん、なるべく忘れないとね。なるべくじゃないです。ちゃんと忘れないでください。忘れないでください。うん、忘れないです。なんでね、まあ、今回はちょっとあんまテーマっていうテーマを言いに行かず、まあ、だらだらと。フリーにね、しとこうってね、はい。しようかなと思ったんですけど。もうだって3月ってなったら、ちょっと暖かくなっ、まだ暖かくないか。絶対。まだ暖かくないか。でも今年暖かいもんね。でも2月が多分一番寒い、ね。寒そう、寒そう。だからもう家にこもるしかないね。こもるしかないね。なんかしてます寒さ対策みたいな。寒さ対策はもう服着るしかないでしょ。もういっぱい着る。服着る。服いっぱい着て肩が凝るっていうね。あの悪循環。そう。はい。もうだってもうダウンも着るから、もう、向こうから見たらさ、雪だるま状態よな。本当に。リアさん肌も白いから、なんかちょっと雪だるま感ありますもんね。ん本当にもう。行き過ぎちゃうみたいな。ねえ。あれがいいらしいですよ。あの、カイロ、背中と腰とお腹に貼る三点張り、うん、から、背中ね。なんか寒さが全然違う。なるほどね。三箇所に貼るのね。うん、三箇所。なんか、もったいなくてさ、一個しか貼ってへん。はい、そうそうそう、なんかね、そうなんかちょっと使う。ケチっちゃうしか入ってないから。そう、わかるわかる。一回、一回、一日で3枚みたいな。ちょっとね、そんな、うん、そんな、ね、使ってられないなっていう。わかるわかる。あとはね、動けばあったかくなるだろうっていう。なんかちょっと結構小走りで走ってることが多い。うん、早く暖かくなりたいから。まんま、めちゃくちゃまんまるのリオさんが小走りしてるんですか。あ、石ころさんが神様お願いします。リオと襟が1ヶ月とてもファンキーになってますよ。ファンキーファンキーにはならんな。ファンキーって難しいね。ファンキーって何ファンキーって何ですかね。踊ったり。こうなんていうのテンション高くなんかねテンション高い感じになってる、ね、リオはもうなんていうの、アフロになるぐらいの、アフロになるぐらいね、はい、お願いします。なるほど、イメチェンしてることを楽しみにしてますね。あ、でも私この間撮影で、
もうあの、ウィッグ？ウィッグですけど、うんうんうん、ウィッグで人生初の金髪とかなんかにピンクとかオレンジのメッシュが入ったウィッグを初めて被りました。ただめちゃくちゃ似合わなかった。金髪が金髪多分私しちゃいけないなと思った。でもイメージ確かにないかも。ない、ね。ない。黒が似合って。そう、だから、なんか今年多分その作品も出ると思うので、また楽しみにしておいてもらったらなと思うんですけど、ただもう本当に金髪は多分似合わないんだなっていう。なんすか、ファンキーな役だったんですか？そう、ファンキーな役だったんですよ。まだ何も言えないんですけど、でも。じゃあ役でファンキーなれんやったら、そうそうそう。ね、その場でもファンキーなれるやん。いや、無理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 。スコロさん、なれますよ、これ。なれない、なれない、なれない。なれないのよ。似合わないな、似合わないなって思ったんだもん。今これこそこそ話だけどね、みんなに聞こえてる、うん、こそこそ話で。そう、ヤンキチさんがエリちゃん CM の宣伝してっていう、うん、そうなんですよ。私ちょっと SNS の方には書いたんですけど、うん、ほんのちょろっとね、ほんのちょろっと日本郵便さんのテレビ CM にちょこっと出演させてもらってまして、本当に一瞬ちょこっと出てくるだけなんで、本当見つけられたらみんなすごいよ。いつからそれ流れていくんやろ。もう流れてます。もう流れてんやくて、テレビ見てあ、もう流れてたと思って。高子さん見てくれました。全国で見てるのかな。あ、流れるのかな。日本郵便さん、郵便局の CM だから多分全国じゃない。すごいね。すごい。そう、見つけられたら、うん、30秒バージョンしかね、多分映ってないかもしれないんで、うんうん、日によって多分違うかもしれないですけど、すごい、ね、見つけられたらラッキーですよ。エリちゃんを探せやん。そう、私はウォーリーを探せならぬ、エリちゃんを探せで、見つけられたらいいことが起きるかもしれない。すごい。でも CM 見るのがちょっと楽しみになったかもしれない、ね、ちょっとね、はい、まあ、一歩一歩地道に頑張っていこうかなと。いやー、すごいよ、はい、思いますので、いいね、CM。そんなこんなで時間で、一旦 CM 行きますか、うん、そうやね、CM 入りましょうかね。はい。はい、CM 行きまーす。はーい。右腕ゴリラさん、左腕ゴリラになってると嬉しいな。なりたくないですね。1ヶ月後でさ、もうなんかゴリラはゴリラなんだ。ゴリラにはなりたくない。そこじゃないですか、今。右じゃないな、左だな、みたいな、そっちじゃなくて。ゴリラはいいんだ、確かに。受け入れてたよね、今。今、ゴリラはすんなり言ってましたね。すんなり言ってたよね。うん、そう。あ、来てますよ。石黒さんから。CM 負けは無言でエア恵方巻きを食べるエイリーと、全力の一発ギャグで笑かしにかかるリーを。おぉ、無理でしょ。リオさんの負担が。全然私は。関西人ね、みんなね、ギャグ持ってると思ったらいかんですよ。それはダメ。ダメだよ、それは。1ヶ月空いちゃうから。お休みだからもう。うん、あ、そうか。恵方巻きね。全力の一発ギャグ。全力の一発ギャグ。ないよ、一発ギャグなんてないよ。一発ギャグ難しいな。ないよ。うん、理由を見せやればできる。やればできる子なんですけど。シサさんもギャグできそうって言ってますよ。めちゃくちゃだな。あ、そうだそうだ、高尾さん。ありがとうございます。ダメ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 。あ、だって、もらったんですよ。1ヶ月ないんですよ。1ヶ月お休みなのに？ギャグよ。誰かのパクレ。なるほどね。あ、パクレってもいいんじゃない？もう一つしか思い浮かんでないもん、今そのパクレってだったら。じゃあそれ行きましょう。もう CM 開きます。はーい。私はもう。スターワールドチャンネル。はい。何のんきに食べてるんだよ。一発ギャグね。はい。あれしかないです。
ブラジルの皆さん聞こえますかーしか、はい、思い浮かばないですけど、許してください、もう。ナイスファイトじゃないですか、今のは。よくやりきった。よくやりました。もう、変な汗を。一個しか出てきてへんって言って、それ出てきてるとちょっと思わなくて面白かったですね。だからね。ほんま。もうそれしか出てこなかった。なんでそれチョイスした。それしか出てこなかったですよ、本当にね。やっぱ、ちょっと勉強せないかんね。一発ギャグもね。愛想笑いさんは聞こえてるよっていう、お返事をしてくださいましたけど。ブラジルに。中山筋肉。あ、なるほど。そういうのもあったのか。確かに。勉強になります。イェーイ。はい。では、最後はね、もう変な汗かいてるから、はい、最後はね、クイズをして、はい、終わりたいと思いますが、今日はね、前回ジブリクイズをしたのでね、ちょっと、今回何しようかなと思って、サザエさんなら皆さん見てるんじゃないかなと思って、お、サザエさんクイズで、今週は、行きたいと思います。はい、はい、では早速、第1問目から行きたいと思いますが、はい、サザエさんの、年齢は何歳でしょうかということで。はい。これ知ってたの？知ってるよ、多分。1番、24歳。調べたんだよ。2番、26歳。3番、28歳。はい。サザエさんの年齢はいくつでしょう？1番、24歳。2番、26歳。3番、28歳。いいですか？年齢、シーザーさん、年齢あるんだ。年齢ありますよ。皆さん、1番、2番、4番、リオとターメン。うん、じゃ、リオとターメンやったらここに乗ってないな。エリちゃんは。これ、エリちゃんどうします？めっちゃ迷うやん。だから、ね。あれ、これ調べたんだけどな、1位しとこう。1にしとく。なるほど。でも、1にしとく。俺も1です。1でいいですか？ 1。おー、はい、1です。なるほどね。はい。では、正解いきたいと思いますが、はい。正解は、24歳、1番。でしょう。そう、めっちゃ若かったわけ。そう、めっちゃ若かった、ね。私も衝撃を受けたよ、調べたときに。本当に。はい。では、2問目いきたいと思います。はい、どうしよう。伊佐坂先生のあの、長女。はい。浮江さんの、はい、うん、職業は職業あ、むずいな、これ。伊佐坂家の優しいお姉さんですよね。そう。浮江さんの職業は、1番、高校生。2番、大学生。3番、OL。はい。浮江さんの職業は、1番、高校生。2番、大学生。3番、OL。はい。1番。制服着てた気がするけど。そうそうそう。そうだわけよ。制服着てた気がする。ちょっと2で分かれておりますね。お二人は1番で。1番で。はい、では、そろそろ正解、はい、いきたいと思いますが、石黒さん4番、はい、飛び職。めちゃめちゃファンキーな。では、正解ですが、はい、はい、1番の高校生です。やったー。よく見てますね。すごい。やったー。はい。もう1問いけそうなので、もう1問いきたいと思います。マスオさんの最終学歴はどれでしょうか、はい、?1 番、京都大学。2番、早稲田大学。3番、慶応義塾、義塾大学。噛むな、これ。慶応大学の人が。はい。本当？マスオさんの最終学歴は1番京都大学、2番早稲田大学、3番慶応大学。2個に分かれてますね。2じゃないかな。マチさんは2番。か3、まあ、2か3だよね。2か3な気はします、私も。1つしか選べないんですよ、3択なので申し訳ないですが。分かるわ。分かるわ、それ。ちょっと早稲田顔かな。早稲田顔。おーおー、じゃあ2、俺も2位で。2位で。はい。これわかんない。正解いきたいと思いますが、はい、正解は、はい、そう、その通り2番の早稲田大学。おー、全問正解じゃん。全問です。やった、国民的アニメのクイズも正解しちゃった。素晴らしい。早稲田顔って面白い。ちょっとね、なんかイメージ、イメージちょっと早稲田っぽかった。ちょっと面白かったけど。は
い、じゃあ今週はねこのつらいでクイズは終わりということで、はい、じゃあ最後はめりちゃんよろしくお願いします。はい、今週もたくさんコメントありがとうございました。次は3月2日ですかね、はい、そうですね、1ヶ月空きますけども、ね、皆さん体調とか壊さないように、私たちのことも忘れないように、忘れないでください。はい、またね、あの無茶ぶりもネタ集めといてくださいということで、また来月ということで、はい、皆さん、ほんま、おきに、おきに、また3月2日、はい、聞きに来てくださいね、よろしくお願いします。はい。